おはようございます。ただいまは朝6時頃の金山駅。今回の鉄道旅もいつも通りここから始めていきます。今回の動画は当チャンネルの登録者9000人記念企画として、AR 東海&16施設の移設旅キップを使用した旅をしていきます。今回は普通に実況だぜ。それではこの特急豊橋行きに乗って豊橋駅へ行きましょう。あれ、何かおかしくない？この位置に並んでるってことは特別車に乗るの？いやそうじゃなくて、以下質問を答える側の人間が質問をするなよ。特別車に乗るよ。自問自答くさ。いやあの私が聞きたかったのはなんで名鉄に乗ってるのかってことであって。ああそれね、名鉄に乗って行きたい気分だったからだよ。気分屋の塊。16施設って言っても名鉄は含まれていないんだよな。そうなんだよ。だからなんでわざわざお金かけて名鉄で豊橋行くのかなって。確かに JR だと乗り放題範囲内だもんな。だから気分ですよ気分。前から気になってたけど返信に困ったらとりあえずって言ってるよね。あ、バレましたか。もう少し発言には気をつけてから。少なくともあなたにだけは言われたくない。ブーメランで草。名鉄のこの区間もすでにたくさん動画にして映していると思うので、あとは朝日がとっても綺麗だった豊川橋梁を映して。豊橋駅に到着しました。この駅からは例の切符を使っていきます。そして次に乗車するのは豊橋7時48分発の普通浜松駅373系での運用のやつです。と言いつつ乗っているのは313系と、もうわけがわからん。ちょっと外は寒いなと思っていたら、ちょうどいいところに待合室があったので入っただけですよ。発車待ちの営業列車を待合室にするな。これで出発して名古屋方面に向かわれても困るし、そろそろ降りておくか。結局発車の2分前まで乗ってたわけね。ちょうどドア開いたしもうちょっと温まろうかな。やめておけ。さて豊橋25分発の普通浜松駅が入線。あれに先に乗車して浜松駅へ行くこともできますが、373系脱税の自分はあれには乗らずに、あと20分後区間のホームでお目当てが来るのを待ち続けます。373系脱税とかいうパワーワード。ああ言っちゃったよ。あれに乗った方が暖かさそうだったのにな。ダメだ、373系ガチ勢は373系普通列車が来るまでこのホームで待ち続けないという掟がある。そんなのないから。極寒のホームで待ち続けること30分。やっとお目当ての乗車電が入線してきました。ここから乗車するのは373系普通浜松駅。快適なリクライニングシートでの移動です。373系ガチ勢とか言っときながらピンボケさせててくさ。嫌われたんだよきっと。悲しいな。そういえば列に並んでる人思ったよりもはるかに少なかったぜ。夏休みなんかはホームいっぱいに広がってたのにな。とりあえず入線30分前から並んでいたので席は全体取れますね。それが目的だったのか。373系ガチ勢にとっては基本ですよ。その単語を使うのはもうやめよう。373系ガチ勢。無事に席を確保することができました。座席の向きはこの列車の前の運用である普通豊橋行きのままなので、自分たちで向きを直します。豊橋駅を出発したね。あれ、373系ガチ勢なのにモーター車に乗らないんですか？乗車位置予測が外れた。373系ガチ勢とは？座れたからいいんだよ。そうなのね。さて列車は新宿原駅に入線。この駅から静岡県だぜ。この駅では天竜浜名湖鉄道に乗り換えることができますが、本日は乗らずに東を目指すそうです。静岡区間に入ってから早速新幹線に抜かされた。これが静岡だ。ところで今回使ってる切符の説明はしないのか。ちょうど映像ファイルもあるしこの辺りで説明しますか。今回使用する JR 東海&16施設乗り鉄旅切符ですが、この切符はその名の通り JR 東海在来線全線と指定された16施設に、連続する土、日、祝日の2日間、乗り放題可能になります。お値段は2日間有効で8480円となっています。なんだこれ高いじゃねえか、と思う方もいるでしょうが、この切符が有効な範囲を理解すればきっとその考えもなくなることでしょう。この切符のフリー区間ですが、まず東海道本線熱海から米原、大垣から美濃赤坂、御殿場線神津から沼津、美濃部線久慈から甲府、飯田線豊橋から辰野、竹豊線大府から竹豊、高山本線岐阜から猪谷、大田線多治見から美濃太田、中央線名古屋から塩尻、関西本線名古屋から亀山、木
西本線亀山から新宮、名勝線松阪から伊勢奥津、三宮線滝から鳥羽、それに加えて東海道新幹線熱海から米原となっています。東海道新幹線にも乗車することができるのか。別途新幹線特急券を購入すれば光号と小玉号に4回まで乗車することができるよ。4回という回数制限はあっても新幹線に乗車できるなんてかなり良心的だぜ。ちなみに今のは JR 東海のフリー区間であり、これに加えて16私鉄も乗り放題となります。その16私鉄というのが、伊豆はこね鉄道寸津線三島から修善寺、岳南電車吉原から岳南江ノ尾、静岡鉄道新静岡から新清水、天竜浜名湖鉄道掛川から新宿原、遠州鉄道新浜松から西鹿島、豊橋鉄道新豊橋から三河田原、駅前から赤岩口、運動公園前、愛知環状鉄道岡崎から構造寺、東海交通事業場北線勝川から琵琶島、三義鉄道北西線西桑名から揚木、養老鉄道揖斐から桑名、垂水鉄道大垣から垂水、近江鉄道米原から木津川、近江八幡、多賀大社前、明智鉄道江名から明智、長良川鉄道美濃太から北濃、名古屋臨海高速鉄道青波線名古屋から金城埠頭、伊勢鉄道河原田から津、となっています。ああ、読むの疲れた。これを聞いてた視聴者さんのほとんども疲れただろうな。要するに、JR 東海在来線全線と、それに隣接する私鉄のほとんどが乗り放題ということです。最初からそう言っておけ。確かに。切符の説明をしているうちにいつの間にか浜松駅に到着しました。ここからはロングシート王国の静岡地区の一部をリクライニングシートで回送できるあの列車に乗っていきます。あの列車ってのはやっぱりホームライナー静岡36号なんだね。この時間に浜松駅といったらこの列車しかないでしょう。今回はセミコンパートメント席にしたんだな。今まで乗ったことなかったからね。というか今度はモーター車乗っててさ。さっき乗れなかったから今度こそ乗るんだよ。373系にはデッキの仕切り戸がないからモーター音がよく聞こえてくるぜ。それがいいんだよ。この電車は全車指定席のホームライナー静岡行きです。この列車は電車指定席というけれど、たった3分の乗り換え時間で乗車整理券買えたの。いや、あの乗り換え時間では買ってないよ。だから車掌さんだったら車内生産で購入するつもり。なるほど。それでセミコンパートメント席に座ってたのか。セミコンパートメント席って何かあるの？あの席はホームにある券売機では販売されてないんだぜ。だからあの席に座っても指定してる人が来て、席を移動する必要がないということなんだぜ。なるほどね。でも普通に席に座っても、あれだけ空いてるし指定した人が来ることなんてそこまでないでしょ。確かにそうだね。過去に一度客席に車内生産で乗車したけど、指定した人が来て席を移動することなんてなかった。それどころか浜松から静岡までの乗客は10人もいなかったよ。それだけ空いてるとこの列車が廃止されないかどうか心配だぜ。時刻表見てみたけど、この列車って平日は運行されてないんだね。平日のこの時間じゃ利用する人はほとんどいなさそうだからな。この時間に沼津行きのホームライナーがあればもっとありがたかったんですけどね。そしたら日帰り東京旅が行きも帰りもホームライナー沼津になりそうだぜ。それはそれで快適そう。静岡駅7時だと沼津行き設定されてるんだよな。それはちょっと間に合いそうにないですね。それでは座席紹介。セミコンパートメント席は真ん中にある大きなテーブルが特徴的ですね。座席のリクライニングはできませんが、ソファーみたいな感覚で座っていればきつくはありません。一人で座ると足も十分に伸ばせるけど、前に他の人が来たりするとちょっと足は伸ばせなさそうだね。ちなみにこの時は浜松駅から静岡駅まで、このセミコンパートメント席に座っていたのは自分のみでした。ちなみに車内で購入する乗車整理券はこんな感じです。髪が曲がってるから端を折られた状態で渡されるんだよな。掛川駅では湘南色の天竜浜名湖鉄道の車両を見ることができました。なんだかカボチャみたい。現在金谷駅付近を走行中。横に見えている線路は大井川鉄道の線路なわけですが、どうやらこの切符では大井川鉄道には乗車できないようですね。他にも三義鉄道三義線や16私鉄の別途料金が必要な観光列車やイベント列車には乗車できないんだぜ。寝台列車も無理だったね。
それでも別途料金を払えば、ホームライナーや特急列車、急行列車には回数の制限なく乗ることができるんだぜ。もし皆さんがこの切符を使って鉄道旅に出るようなことがあれば、しっかりと切符の利用条件を確認してから使用してくださいね。ただいまは安倍川を渡っているところでしょうか。ここで新幹線に追い越されました。新幹線も別料金を払えば乗れるんだよな。せっかくならこの機会に700系新幹線の乗り納めでもしたいぜ。そして終点静岡駅に到着。次は静岡鉄道に乗車しに行きますが、その際の様子は次回の動画で紹介させていただきます。ということで今回の動画はこれで終了です。最後までのご視聴ありがとうございました。